湯の前神社は、静岡県熱海市に鎮座する神社である。式内社の久島目渡る神社の論社で、旧社格は尊社。社前には、江戸時代までの熱海温泉の中心的な源泉だった大湯間欠泉があり、この神社の名称、起源もそこに由来している。現在は、近隣のみ宮神社の管理下にあり、御主院もみ宮神社で得ることができる。 少なび粉の神を祀る。少なび粉の神は、温泉の神として、日本各地に祀られているが、本来は大湯そのものを神として祀ったものと思われる。社殿によると、天平商法元年6月、小二に神託が下り、諸病を除く効果があるので、温泉を汲み取って、翌せよとの神教があり、その法恩として、里人が祠を立てて、少なび粉の神を祀ったのに、 はじめまるという。また天平法事年中に、箱根山の金剛王院に従した満館商人が、熱海の海中に温泉が湧いてその熱湯のために、多くの魚介類が死んでいたのをあれみ、海浜に、祈祷の段を築いて100日間のご行に励むと、満願の日に内陸部へと、湯脈が移ったので、その傍らに、湯の前ごんと称して、温泉の守護神として祀るようになったともいう。 伊豆国新会長多型軍部に載せる十四以上熱海の有名人に否定され、現行釈書に釈官春が説法をしたと伝える、温泉新士も当神社のことと推定されているが、演技式神明朝の久島目渡る神社にあてる説もある。中世以降広く湯の前権限と称され、鎌倉時代に源頼朝をはじめとする歴代将軍や幕府の要人が、そういう、 箱根の二諸言言に盛んに参拝するようになると、広く当時の神として剣伝された。熱海市指定文化財の石鳥井熱海市指定。ありがとうございます。